はいどうもしゅんやんです。追放選挙続きからやっていきますよ。前回の続き、いづきくんから足ドン食らったところで終わったっけ。ロード、はい、そうだ、アシャちゃんとイチャイチャできるってとこで終わったのか。アシャちゃんとイチャイチャしに行こうぜ。いい、はったね、かなめくん。はい、かわいい。おはようございます、かなめ様。昨日の積極的な態度からこんなこともあるかもしれないとは思っていたが、早速だったな。おはようございます、アーシャさん。昨日のお約束通り参りました。約束？カナメ様がおっしゃったんですわ。食事は次の機会にと。そしたらもう次の日になるってことか。ああ、さあレストランに向かいましょう。ぐいぐい来るね。でもこういうタイプ嫌いじゃないよ。確かに言いましたけど、それが今日だとも朝だとも言ってないはずですが。そうですわね。どうかされましたか？話聞いてくんね。あ、いや、だから約束はしたのかもしれませんが、こんなに早くとは思ってもいませんでした。ですから今なのですわ。こうして一緒にお食事をできる機会などそう取れるものではありませんわ。食事はさっき朝食を取ったばかりなので申し訳ありませんが、今は無理ですね。まあそうでしたの。でも構いませんわ。こっちの都合無視？俺が構いますよ。しばらく忙しい日が続くので選挙の夜にでもしませんか？え、それまでアシャちゃんとイチャイチャできないの？せっかくこうやって好意向けてくれてんのに。この約束のいいところは守らなくてもいいことだ。選挙の後、彼女はこの世界から消えている。こんな約束ならいくらでもしてやる。それは素敵ですわね。お、条件を飲んでくれた？ありがとうございます。では明後日もレストランの予約を入れておきますわ。それでは要様参りましょう。ダメだ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 、もう結局食いに行くしかねえ。さっきの話は？もちろん明後日もお約束いたしましたけど、今日行かないとは申し上げてませんわ。ここまで来ると可愛くてしょうがねえわ。行こうぜ要。お腹も減っていません。そんなに長く待つことなんてできるわけありませんわ。それに2日も先のことなど誰にもわからないのですから。おお、なんかいいこと言ってるような気がする。あ、でもこれはこれで束縛彼女的な感じで嫌なのかな。でも1回でいいから束縛されてみたいな。後半については同意するが、前半は全くもって勝手な都合だ。これは少し強めに言わなければつきまとわれるな。こっちの都合も考えていただきたいんですが。カナメ様、そんなに私のことが邪魔でございますか？だんだん腹も立ってきた。もうどうでもいいという気もする。たったあと2日だ。それにこの双子は他のグループとの交流を極力避けていた。今何いろいろ今更何を言ったところで相手にもされないだろう。今はそうですね。そんなことおっしゃらないでください、カナメ様。胸が張り裂けそうですわ。そこで嘘が入るの？傷ついたふりか。その声にも表情にも悲壮が漂っていた。だが彼女は見た目通りの子供ではない。それくらいはやってみせるだろう。一緒にいたいっていうのは本当なんだよね。でもそういうことですから、2日後の夜に。カナメ様、一つだけ。何でしょうか？これからお茶だけでもお付き合いくださいませんでしょうか？そうだ、お茶ぐらい行こうぜカナメ。お茶ですか？そう、行こう。付き合う、あたいは付き合うに決まってんじゃんお前。それくらいなら構わないだろう。もし断ったとしたら付きまとわれる可能性もある。それで満足してくれるのならはるかにマシだ。わかりました。では一杯だけお付き合いいたします。一杯と言わず何杯でも。感謝いたしますわ、カナメ様。そんなことだろうとは思っていたが、変わり身が早い。それでは参りましょう。アーシャちゃんはさ、愛する人を殺したいって言ってたけど、アーシャちゃんはどうするんだろうね。愛する人を束縛したいとかなのかな。軽やかに先を歩くアーシャの後ろをついて歩く。かわいいな。あのドレスがひらひら舞うんだろうな。それでは用意してまいりますわね。はい、ありがとうございます。大丈夫か、アーシャが入れるのか。ところでカナメ様はコーヒーと紅茶どちらがお好きですか？僕はコーヒーです。どちらでも。好みはありませんから、アーシャさんの好みで決めてしまって構いません。やっぱりカナメ様はお優しいのですわね。言った通り好みもないし面倒だったからだが、アーシャは顔をほころばせた。ではしばらくお待ちください。分かった、待ってるよ。永遠に待ってられる俺、アーシャちゃんのためなら。ええ、
案外あっけない終わりだったな。いすみ白秋と双子に初めて話を聞いた時は嘘ばかりで何一つ信用できなかった。唯一信じられたのが双子の彼に対する愛情だった。それがなぜか今は俺に向けられている。それならそれで好都合だった。多少鬱陶しいが俺に対して害になるようなことはしないだろう。もう要にとってはいちかちゃんが一番だから鬱陶しいんだろうな。変わってほしい本当。それにこれで満足すれば2日後には消えていなくなる。お待たせいたしました、要様。ありがとう。ではいただきます。さっさと飲み干して他のグループとの時間を作ろう。そんなさっさとグイッといっちゃダメだよ。美味しいですね。ありがとうございます。さっきからじっと見られている。まさか睡眠薬入れられてるとかじゃない？そのまま拉致されるぜこれ。大丈夫？今ならいすみ白秋の気持ちが多少なりともわかる気がした。確かにここまでつきまとわれたら嫌にもなる。こういう少女が好みなら嬉しく思えるのだろうが。あ、俺のこと言っているそれ。あいにく俺の好み、うん、ではない。なんだお前、首に鎖巻いてる方がいいってことかそれ。すみは、あ、これ睡眠薬もられた。絶対睡眠薬もられたでしょ。本当にもう本当過激派なんだから。まさかハリス許ない。情報収集できなくなっちゃったってことこれは。ではアリス様お願いいたしますわ。何か意味あるの？法とかそういうの今の世界じゃ何の強制力もないのに。だからこそですわ。今だからこそこの誓いに意味があるのです。でも随分一方的じゃない？要くん寝てるよね。これさ2回目だよね。まあ覚えてないだろうけど。2回目、何かやったのか。言ってる意味がわかりませんが、とにかく関係ありませんわ。あ、これ指摘しても無駄なやつだね。分かっちゃった。なんかちょっと可愛いんだけど。アリス、アリス様、まあいっか、面白そうだし何の強制力もないし。早くしてくださいませ、アリス様。もう目が覚めてしまいますわ。はいはい。あーご本少しずつ健やかなる時も結婚式やめる時も喜びの時も悲しみの時も、やばいやばい、結婚式あげてるよねこれ。止める時も貧しい時も、これを愛しこれを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？何やってんの本当に。意識が戻ってくる。妻となる私は要様を夫とし、良い時も悪い時も、止める時も貧しき時も、やめる時も健やかなる時も。どうしたの？忘れちゃった？死が二人を分かつまで愛し慈しみ貞節を守ることをここに誓いますだよ。これは誓いませんわ。ん？これは何の冗談だ。なんで？死が二人を分かつまでなんてそんなの認められませんわ。でも死んじゃったらその先はないんでしょ？本当のところは分からないけど、そういうことになってるよね。まさか死後の世界とかそんなの信じちゃってる？そんなことはありませんわ。たとえ死であろうとも、私と要様の仲を裂くことなどできはしないと、そう申し上げているのです。どうでもいいよその情報。じゃあやめるの？これ君が誓わないと終わらないよね。ですからこうするのですわ、要様。だから一緒に死にましょう。結局お前もかよ。本当にカーシャと一緒か。そういう感じか。やっぱ結局双子なのか、似ちゃうのか。起きた？ぼんやりとしていた意識が徐々にはっきりとしてくる。でもこれはこれで殺されるならアリスが止めるはずだよね。お、あ、カナメくん、ようやく目が覚めたね。目を開けるとテーブルに突っ伏したまま気を失っていたらしい。アリス、まあ即効性はあるけど時間は短いタイプだから大丈夫だと思ってたけど。睡眠薬か。うん、なんかアーシャちゃんが最近寝不足だって言って欲しがったからさ。体は動く。
今のところどこにも異常は感じられない。さっきのは暴力じゃないのか。そうは思わなかったんだけどね。ごめんね、結果的にそうなっちゃったみたいで。ふざけるなよ。まあまあ、僕だって悪いとは思ってるんだよ。だからちゃんと助けてあげたんだし。あ、やっぱ止めたんだね。あ、アーシャはどうなったの？うん、今は部屋で休んでもらってるよ。ほら、寝不足気味だって言ってたし。何があったんだ？秘密。ええ、教えてよ。聞こえていたから大体は把握してる。あれは何のつもりだ？薬で眠らされて結婚式の真似事、何の説明もなく信用できるわけないだろ。アリス、お前には説明する義務があるはずだ。ないよ。うん、まあでも安心はしてくれていいよ。彼女きっと選挙の直前まで寝てるんじゃないかな。寝不足だし。え、マジで？選挙と前日までイチャイチャできないの？ショックなんだけど。もっと言い過ぎちゃったかな。これ以上は秘密だからね。もう聞いてもダメだからね。わかった。じゃ、そういうわけで。あ、言っちゃった。マジか。アリスの言い分を認めるのには抵抗があった。だが、もうこれ以上煩わせられる可能性がなくなったと考えれば我慢はできるはず。よし。体はどこもおかしくはない。時計を確認するとまだ1時間も経っていない。まだ検査する？検査じゃねえや、調査。作業がやっぱね、ダメだよね。気分を切り替えろ。そして次に向かおう。わかった。じゃあバンバン次に向かっていくよ。あ、市川通り。これはこうあれだね、遊園地デートだね。さあ、こう今日はどこに乗ろうか。ただいま。あ、カナメ、おかえり。早かったね。市川の声にわずかに緊張が混じっていた。朝からいろいろあったことだし、市川が何か聞きたそうにしているのもわかった。さあ、それじゃあ行こうか。でも細かく聞かれる前に話を断ち切る。くー、教えてあげて、かわいそうに。カード探しは俺にとって特別で、選挙は復讐から解放される数少ない時間だった。うん、準備はできてるよ。ノーリちゃん以外はね。え、ノーリは？あ、寝てるのか。自分でも白々しいと分かっていたけど、いちかも理解してくれて深くは聞いてこない。ひょっとしてあれからずっと？いつもそんな感じだよ。食後というよりお腹いっぱい食べた後はね。その脳裏もようやく起き出してきたみたいだった。でも結構選挙やってきたけど、まだまだ喋んないね、脳裏ちゃん。さあ、脳裏、準備をして。うん。起きた、かわいい。勢いよく返事して脳裏は立ち上がった。俺にとって特別なこの時間が、脳裏や一華にとっても特別だったのならいいと思った。この脳裏ちゃんが立ち上がるシーンを見たい。ジェットコースター。運よく最初の場所が正解だったようだ。やったね。なんだ今のは。時には変化球も必要かなって。そろそろ要くんも飽きてきちゃった頃じゃない？飽きてるかどうかは別にしても、そういうのはいらないと思う。冷たい。あ、そう。まあ君たちってそういう人間だよね。それだけ言ってアリスは不意に消えた。アリスをあしらうの上手くなったね。そうかな。でも私たちはアリスの言う通りそういう人間だしね。どういう人間かはさておいて、ジェットコースターか。乗り物としてはどうだろうか。え、私は大好きだけど、あれ、この目は苦手だっけ？おっと、絶叫系ダメな人か。シュヤも微妙です。いや、苦手なのはミサの方だった。あ、なるほど。ノーリの方かもね。お、そういえばノーリちゃんは初めてだったね。そうそう、苦手じゃないといいけど。ん？とりあえず乗ってみてからかな。うん。かわいい。ノーリ喜びそうだけどね。わーとか言ってね。あ、どう？ビビった？怖がってない？ごめんね、ノーリちゃん。あ、ダメだったんだ。ふてくされてる？俺寝てる。あら。ああ、泣き疲れた。泣いたんだ。見たかったな。俺の背中で脳裏が寝息を立てていた。
あの後苦手どころかジェットコースターを気に入りすぎた脳裏は、そうなの、何度も乗ろうと俺たちの手を引っ張って結局暗くなるまで付き合うことになった。そっちか。アリスが出てきて今日はおしまいだと言っても抵抗して泣き出した。へえ、よっぽど気に入ったんだね。そんな脳裏の、そんな脳裏をおんぶしてテーマパークの中を歩いているうちにもうすっかり日も暮れてしまった。でもご飯になったら起こさなくちゃね。今の寝言？この分なら食べ終わった後には忘れてくれてるかな。そうだといいね。みちかと笑い合いながらホテルへの道を歩く。背中の重みはミサを思い出させて少しだけ辛かったけど、次第にそれも気にならなくなってて気にならなくなっていった。舌が回らない。まあでもね、辛いよな。でもやっぱ時間が忘れさせてくれるってのは一番いいことなのかな。少し濡れた肩と背中から感じる温かさがそれを忘れさせてくれた。はい、次の日、まだだった。ただいま。後ろから部屋に入った一花が突然そんなことを言い出した。カナメの方が先に部屋に入ったからね。じゃあお帰りって言わなきゃだよ。ちょっと言いたかっただけ。いつもと逆で新鮮な感じだった。笑いながら一花はからかうようにそう言った。お、そうだよカナメ、お前あれ言ってやれよ、お帰りって。アリスの言葉じゃないけどちょっとした変化球に思わずこっちも笑いそうになる。確かにね。目を覚ました脳裏が背中から降りる。目をこすっているのは眠気のためだけじゃなさそうだ。ごめんね脳裏ちゃん、ジェットコースターはまた今度ね。もう忘れてるんじゃんこれ。いつか思いっきり乗れるようになるといいね。そうだね。それじゃあ晩ご飯を頼んでくるね。ありがとうございます。確かに時間は取れるようになった。それでもまだ一日中というわけにはいかない。それじゃあ食事が来るまで少し話そうよ。そう言いながら戻ってきた一花は脳裏が寝転がるソファーの隣に腰を下ろした。今日はねちょっといいことがあったんだ。え、いいこと？今日ね、カナメが戻る前に脳裏ちゃんが散歩に行きたがったからちょっと外に出してみたんだ。ほうほう、そうだったの。それじゃあ偶然外で会う可能性もあったのかな。ううん、ホテルの中を少し歩いただけだから。でも危なくないかな、その過保護なお父さん。任長寺一世のことは一花にはまだ詳しく話していない。迷子になるかもしれないし、私が後ろをずっとついてたから大丈夫だよ。でも散歩は前からしてたよね。そうなんだけど今日は脳裏ちゃん一人でレストランまで行ったんだ。あれ、誰かいた？ううん、誰もいなかったよ。もう一星さんにしつけられてるのかな、もしかして。いや、それならいいんだ。それでまだ話が見えないんだけど、いいことがあったんだよね。そうだよ、それでパンを作ったんだ、脳裏ちゃんと一緒に。マジか。脳裏も一緒に？脳裏とか料理できんの？なんかパンこねるのすらできそうにないけど。手伝ってもらっただけだけどね。オーブンなんかは危ないからまだ触らせられないし。まだというのが一からしい。いずれは脳裏に教えてあげるつもりなんだろう。ふふ、お母さん。そっか、もうそんなことまでできるんだ。ごめん、ちょっと話を持っちゃったかも。粉を練るところだけなんだ。まあ、でもパンって粉を練るのが一番大事じゃない？そんなことない。いや、それでも十分すごいよ。粘土遊びの延長みたいなものだけどね。確かにいいことがあったね。まだあるみたいだね。あ、来たかな。ずいぶん早いね。さっき内線で。ちょっと待っててね。まさかその手作りパンを食べさせてくれるってこと？くぅ、お父さん大喜びだね、カナメパパ。市川立ち上がると急いでドアまで走っていく。戻ってきたカートには山盛りのパンとサラダやシチューが乗せられていた。このパンって。そういうこと。他のメニューもあらかじめ作っておいて温めてもらっただけ。それでこんなに早かったのか。ノーリちゃん、ご飯だよ。うん。起きろ、目開けろ。ずっと目閉じてるけど。一花の言ういいこととは本当にいいことだった。いつか考えていたようにこれが俺たちの日常になった。そんな中でも変化はある。脳裏の成長、一花が時々作ってくれる手料理。
その変化も過去になった頃には変わらない日常として思い出されるようになるだろう。はい。選挙まであと1日?当日?あ、1日だね。この1日でまたアシャちゃんに会おうと思ってたのに、こうなったらしほりさんかいずきくんか一星さんだな。一星さんもまあなかなかいいキャラしてるし、いずきくんもいいキャラしてるし。それじゃあ、はい、そろそろ出るよ。いってらっしゃい。しゃーい。かわいい、もう。持ち帰りたい。ノーリがいちかの後ろから顔を出しながら付け加えた。なんで、最初の言っての部分は言わないんだろう。ごちそうさまも、さまだよね。まあ、言ってとか、ごちとかよりはいいかもね。略してるのか、今時の子かノーリ。それだとあんまり可愛くないね。ごちって。やだね、ちょっと。だから、これでいいんだよ。そんな話だったっけ。そんな話だよ。まあいいか、ノーリちゃん可愛いし。そういうこと。何気ない会話で一日が始まる。こんなくだらない話ができるのが何よりも嬉しい。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。てか行くぞカナメ。アシャはいねえし、イチカノーリしかいねえし。行ってらっしゃいって言ったのに。じゃあイチカノーリ行こうか。はい、6人に移動します。結局ね。はい、何もいない。ホテルの中では誰とも会うことはできなかった。お、誰もいないね。みんないないじゃん。あら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 。テーマパークの中を一回りしてみても結果は同じだった。誰もいないテーマパークを歩く回る、歩く回るの、これちょっとごじってるよね。歩き回るのにも疲れ、一度部屋に戻ることにする。じゃあもう遊園地デートだね。あれ、いちかと、それにノーリも。ノーリの部屋に向かう途中の廊下で偶然二人に会う。あ、カナメ。よ、どうしたの。あ、散歩とか。それもあるけど、ちょっとノーリちゃんとレストランに行ってきたんだ。今はその帰り。レストラン。何もしないと腕がなまっちゃうし、ドキドキね。そっか。それで誰かと会わなかった。ううん、誰とも会ってないよ。それにレストランには誰もいないって確かめてからしか行かないから大丈夫だよ。一星さんがいないんだね。なんでだろう。確かめるって。ん、あ、そっか。カナメはいつも誰かに会いに出かけてるから、そういうのは確かめたことはないんだね。アリスに聞けば教えてくれるんだよ。その場所に誰もいないってことだけだけど。そんなこと教えてもらえるの。その時に詳しく聞いてみたんだけど、誰がどこにいるかは教えてくれないんだって。でもその場所に誰もいないってことだけは教えてもいいみたい。二つの違いは何だ。誰かが指定した場所にいるかどうかは教えられない。だが指定した場所に誰もいないということは教えられる。どうしていないってことは教えられるんだろう。誰にも会いたくないって最初に言ったからかな。外に出るのはいいことだよとも言ってたね。アリスのルール的には誰かの情報を教えるわけじゃないからいいのかな。うん、多分そんなところじゃないかな。それにしてもそんな使い方があったのか。ノーリちゃんが散歩に出るときはいつも確認してるよ。でもカナメにも言っておいた方が良かったかな。ごめん。いや、俺の場合は逆だから、あまり意味のない情報だったと思う。俺が外に出るのは誰かに会うためであって逆はない。だがいちかたちと外に出るときには使えるかもしれないな。アリス。はいはい、呼ばれたついでに答えておくと、僕だってプライバシーっていうのを大事にしてあげてるんだよ。ありがとう。それにいちかちゃんにも言ったけど、外に出るのはいいことだからね。僕としては本当はもっといちかちゃんやのおりちゃんにも外に出てもらって、いろんな人と出会ってほしいんだ。ただそれを強要はできないし、したくもないってだけで。だいたいアリスの言いたいことは分かった。思っていたのと大差ない理由だ。それより今テーマパークに人はいるか。今はいないね。そうか、ならちょうどいいな。何何何がちょうどいいの。もう帰っていいぞ。冷たい。あ、ひどい。辛辣。いちか、今日はもう誰もいないみたいだし、
少し早いけど、カードを探しに行こうか。さっきまで外にいたけど、誰にも会えなかったから。二人を呼びに戻ったところだったんだ。あ、本当にちょうどいいタイミングだったんだね。ん？行こうか、ノリ。うん。行こうかという言葉の意味はもう覚えたらしい。これから何をするのかも理解しているようで、ノリも上機嫌だ。もう、三人揃って無視されるとは思わなかったよ。どうせすぐに会うことになるけどね。恨みがましい視線を残してアリスは消える。また後でな。これからカードを探しに行くのだから、アリスの言うことももっともだが。さて、今日はどこへ行こう。二人を連れてホテルの外へと向かう。はい、なんかある。はい、おめでとう。さっき会ったばっかりだけどね。また迷路なのか。忘れずに闇を付け加えてアリスが現れる。どうせカードがもらえるのは迷路の外に出た後のことだ。それじゃさっさと済ませようか。迷路は一度クリアしたし、それほど時間もかからないだろうから。これは迷路内の構造が変わってるぞ。なんだ、まだいたのか。それに今のはなんだ。さて、なんでしょうね。それじゃあまた後で。これやられたね、完全に。不気味な笑いを残して再びアリスが消える。シュヤン噛むな。カードさえ受け取ってしまえば用はないが、決まってアリスが現れるのも承知の上だ。なんだろう、今の嫌な笑い方だったね。そういうことなんだよ、構造変わってるんだって。ただの嫌がらせかもしれないけど、一応注意はしておくよ。なんでもないよ、ノーリちゃん。それじゃあ中に入ろっか。うん。どう、すなり出れた？カード G、カード A、結構集まったね。お疲れ様。どうやら機嫌を直したらしいアリスに出口で迎えられる。それもそのはずで。この迷路、構造が変わる。やっぱりね。すごいでしょう。この町で暮らすみんなに末永く遊んでもらうっていうのがこのテーマパークの目標だからね。あ、町って言ってももう全滅しちゃってるけど。冗談のつもりなのか、アリスはいやらしい笑みを浮かべながらそう言った。そんなアリスが関わっているだけあって、今回の迷路も嫌な要素が満載だった。え、前回中に入った時のことは忘れた方が良かったね。いちかも呆れたようにそうつぶやく。セオリー通りに動いちゃったんだね。俺もいちかも記憶力は悪い方ではなかった。あらら、秀才キャラだ二人して。前回の構造を覚えているからこそ騙されるような、そんな迷路だった。そういうわけでまた楽しんでね。もう来たくないね。上機嫌のままアリスが消える。このまま長々と自慢されるよりは良かったはずだと心を慰めて部屋に戻る。ノーリちゃんはまた行きたいとか言わない、今回は。あ、何もなかったね。部屋に戻り食事を終えると、心地よい疲労が体を包み込んだ。すでに眠っているノーリの横で明日のことを考える。明日、二つ目のグループが消える。きちんと計画して、実行して、一つずつ、俺の復讐は着実に実を結んでいた。自分の思った通りことが運んでいるのなら、もっと喜んでもよかったのに、爽快な気分とは言い切れなかった。これはただの復讐だ。それを忘れてはいない。一花以外の誰にも話せず、終わった後も誰からも称賛されることのない、ただの犯罪だった。それでも、やめるわけにはいかない。覚悟決めてるね。いいことだ、カナメ。応援する。どうしたの、そんな顔して。ちょっと食べ過ぎたかな。じゃあそういうことにしておきましょう。バレた。考えてたんだ。話せないこと。どうだろう、話したいけど。じゃあ話して。そうだね。それからいちかとたくさんの話をした。俺の思いについて、いちかは聞き終わった後、ぽつりと言った。いちかは、それなら私が褒めてあげる。他の誰があなたを非難しても、私はあなたを受け入れると。うわぁ、もう最高の奥さんだ。ほんとね、何回言ったんだろうね、この追放選挙やってから最高の奥さんだって。それは、俺といちかの関係を端的に表す言葉に違いなかった。はい、ということは、選挙当日、うわぁ、来たね。やっぱペース上がってきたね。人が少なくなるにつれて選挙の頻度がね。アーシャちゃんどうなるんだろうね。カーシャとはまた別の
発言になるんだろうけどさ、そろそろ時間かな。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。それとコメントと評価もいただけたらとても嬉しいです。それではシュヤンでした。またねー。